皆さんこんにちは、エヌズスキーサロンの大川奈奈です。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。エヌズスキーサロン2年ぶりじゃない？2年ぶりかもね。去年はだってもうスノースノースノーだからね。スノースノースノー。今年もスノースノースノーご出演いただいておりますけれども、はい、1はねちょっと今回ゲストということでおご出演いただきましたけれど、はい、今回 M ズスキーサロンの N ズスキーサロンも撮っていこうかなと思います。はい、やっぱ奈々ちゃんファン多いんで。いますか？コメント欄お願いします。皆さん奈々ちゃんの応援お願いします。応援ね。そう応援お願いします。ね、今シーズン奈々ちゃんも YouTube チャンネル始めたということで、はい、大川奈々のスキーラボ、はい、YouTube やっていて、概要欄にねリンク貼っときますので。ありがとうございます。そちらに飛んでいただけると、うん、奈々ちゃんの全てが分かると。全てが分かりますというような感じになってるんですけど、まあ、ちょっとどういうことやってるのって分かんない方もいらっしゃると思うので、うん、はい、まあ、せっかくならM ズスキーサロンでも、うん、ちょっとハウトゥーおやっていこうかなと思います。お願いします。で考えたんですけど、うん、いろんなご質問多いんですよ日頃から、うんうんうん、でやっぱり皆さんこうハードルになってる うちの一つ、うん、カービングターン。カービングターンね、今さみんなやりたい方、ね、やりたいよね。かっこいいじゃんやっぱり。かっこいい。そうそうそう、うん、でもなんかその具体的にねカービングターンやるってやっぱいろいろ難しいっていうか練習も必要だったりすると思うんですけど、うんうんうん、ナナちゃんといえば結構こうキレキレのターンがなんか魅力かなって僕思ってて。ありがとうございます。嬉しそうじゃん。やっぱね、そうそうそう、結構まあ得意種目かな、ね、そうそうそう、うん、だからちょっとナナちゃんなりのカービングターンのコツっていうのをちょっと今日聞けたらなと思うんですけど、うんうん、どうですか？やっぱりどうだろう、なんか2本 両スキー、内足も外足も2本同時にこうバンって踏めないと、うんうんうん、やっぱ片足から片足の踏み替えになってしまうと、はい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 、ちょっと難しいのかなっていうのは。確かに、うん、あ、なるほど、ね、あります。ちょっとそこで少しイメージ作ってみてもらってもいいですか？うん、こっから切り替えていくときに、うん、ここでもうエッジを返してスキーの面をこう立てていって、うん、はいはい、2本のスキーでドンって踏みたいんですよ。なるほどなるほど、うん、ターンの入り口がやっぱり一番大事ですか？大事ですね。大体は結構こういう風に踏み替えに行っちゃったりとかしてしまうと、はい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 、なんて言うんだろう、ターンの横幅とかも出てこないので、はい、そうですね、エッジも弱くなってしまったりとか、はいはい、エッジングが弱くなってしまったりとかするのかなと思ってます。そこから中盤から後半にかけての動きってどういうイメージですか？中盤から後半はもう抜いていくだけで、あ、なるほど。その前半でドンって押したところでスキーがたわみます、うん、はい、で後半はそのたわんだスキーを解放して走らせていくので、うん、もう押したところをこうドンドンってもう移動していくって感じなんですよね、うんうんうん、はいはい、ここでまずイメージはここで結構踏んでいく、うんうん、なるほどなるほど。そうで、こっから踏んだら実際これぐらいしっかり角付けしていく感じでやってる。あ、そうですね。あ、なるほどね。でも大体多分ここスキーが下を向いたところぐらいで一番踏んでると思うんですよ、うんうんうん、でこのたわんだものをあとはここからはもう抜いていって、はいはいはい、ここはもう抜いていくゾーン、うんうん、でまたこう角付けが始まってここから押していく。で実際に多分押せてるのはスキーが下を向いたここ、はいはいはい、でドンって押して、うん、また抜いていく、うんうんうん、で次のところに移動して押せる位置に移動してドンって踏んでいく。なるほど。ちなみに、うん、そのパターンで小回りの時と大回りの時って違いありますか？もしくは違いないか。あ、私は大回りがギュッてなったものがカービングショートターンのイメージなんですよね、はいはい、なんですけど、でもやっぱり大回りの方がちょっとゆっくりというか、うんうん、踏んでいく長さもじんわりゆっくり。あ、なるほど。カービングショートターンはもう単発で押す押す押すっていう
イメージ、踏む長さとかは変わるかもしれないです。なるほど。大回りの方がでも優しくって感じでもないですか？強いけどゆっくりって。あ、そう、強いけどこうじんわり、なるほど、ね、ゆっくり踏んでいく。うん、うん、なるほど。かな。やっぱりじゃあそれで言うとカービングターンは小回りの方がちょっと難易度高いというか少し練習必要な感じですか？うん、やっぱり早いから動きが、うん、だからそれここっていうタイミングで押せないとその外れちゃうっていうか、なるほどな、うん、テンポもずれちゃうのでそこが難しいかな。じゃ奈々ちゃんみたいにかっこよくこうカービング小回りしていくには少しこうやっぱり大回りで、うんうん、そう、角付け、はい、こう強くできるようにする練習をしてからだんだんちっちゃくしていくみたいな感じが一番近道ですか？だからそう、私もなんかレッスンの中でやってるのはまず大回りをしっかりこう、うん、エッジを立てて、うん、カービングで滑られるようにっていう風に作っていて、それができたらミドルターン、うん、ミドルターンからちょっとこうリズムとかテンポを小さくしていくのがカービングショートターンっていう感じになります。なるほど、ありがとうございます。ちょっと今日はね、視聴者様からの、まあ、ご質問コメントで多い、はい、カービングターンのコツについて、うん、大川奈々ちゃんに伺ったんですけれども、もっともっと奈々ちゃんのことを知りたいという方は大川奈々のスキーラボに行っていただけたらと思います、はい、概要欄にリンク貼ってますので、はい、ぜひチェックしてください。この後奈々ちゃんのかっこいい滑りも動画の後ろにくっつけますので、ありがとうございます。カービングターンぜひご覧ください。はい、ということで奈々ちゃん今回はありがとうございました。ありがとうございましたコラボありがとうございました。ありがとうございました。